野球という競技の中で最も大切な基本動作の一つが投げるということです。投球・送球には体に負担のかからない正しいフォームがあります。正しいフォームではなく体に負担のかかるフォームで投球を続けると肩や肘の故障を起こり、最悪の場合選手生命を絶たれてしまうこともあります。しかしその正しいフォームを自分の力で習得することは簡単なことではなく、これまで自分のフォームが正しいものかどうか自分でチェックすることすらほとんど不可能でした。ここにあるフルセンスが登場したことで自分のフォームをチェックしながら練習することができるようになりました。これを腕に装着し送球・投球の動作を行うと、きちんと正面に腕を振り下ろす正しいフォームになっているかがすぐに分かるのです。これによって一人でも正しいフォームへの修正をすることができるようになりました。送球・投球は野球の中でも最も基本的でありながら最も大切な動作です。投球を正しいフォームで行えるように練習し、より質の高いプレーを目指しましょう。